オーバーウォッチやりすぎて眠れない日々が続いているよということで、どうも皆さんこんにちは、ヤルビです。ということで今回はですよ、私オーバーウォッチリリースされて、もうしばらく経ちましたですけれども、ジャンクラットにねフューチャー当てて、皆様にねジャンクラットの使い方をご紹介していきたいと思います。はい、というわけでジャンクラット使っていきます。やっていきましょう。はい、まずジャンクラットの基本ですね、この武器、メイン武器ですね、メイン武器、メイン武器は基本2バウンド後に爆発します。1、2バウンド後に爆発します。あ、落ちた。あー、はい、気を取り直してやっていきましょう。まあ、ジャンクラットですね、2バウンド後に爆発します。直当てでこれぐらいのダメージで、バウンドでこれぐらいですね。まあ範囲にもよるんですけども、差が出てきますんで頑張って直当てを狙って戦っていきましょう。ジャンクラットの戦い方なんですけど、まあ、正面からこのように打ち合うこともあるとは思うんですけども、なるべく隠れながら隠れながら隠れながらこうやって攻撃することを意識しましょう。このように隠れながら、射線を通していく戦い方をしましょう。あとトラップの使い方なんですけども、基本相手が来そうだから、何でしょう、タンクを止めるなど、あとは自分の打ってるこの見てるところの違うところにかけると、こう戦っててトラップ見れない場所に置く、ここを打ち続けるときに見れない場所に置くだろう。用途に合わせてトラップを使ったら、いい戦いの幅が広がると思います。爆弾ですね、爆弾は、高所を取るのに使います。このように上を取るのに、ジャンクラットは上からこのようにずっと打ち続けるのがむちゃくちゃ強いです。上を取って打つ、上を取って打つ、あとはこの通路ですね、この通路を意識して、通路を意識して、細い通路のジャンクラットは脅威です。それを意識して戦ってくれればと思います。この2点ですね、隠れながら打つ、あとはこう細い通路を意識して打つ、この2点を抑えながら、であとはジャンクラットは前に出すぎないように、基本タンクの後ろを意識してタンクのサポートをするような戦い方をしてくださいませ。そうすると一気に試合の貢献度が上がります。この爆破は上を取ったりなども使い方もできるんですけども、こうやって敵と戦っているとき自分の HP がやばいなと思ったとき引くことにもこうやって使えます。こうやって打ち合っててやばい逃げなきゃ、こう逃げるのにも使えます。なのでこの爆弾は基本2個ストックまでずっとできます。なので常に戦闘中は1個はストックするようにしましょう。汎用性が広がりますんで、こうやって戦いながらでも1個はストックしましょう。そうすると緊急回避で逃げれますんで、このようにあとは必殺技なんですけども、必殺技はこのように地面を走らせることはやめましょう。耐久値が100しかありません。なのですぐに撃たれてしまって壊されてしまいます。なのでこの必殺技の使い方はジャンプしたり壁も登ったりもできますんで、基本隠れながら高所を取って高いところから一気に攻めていくような使い方をすればたくさんのキルができると思いますんで、敵の見えないところから使うようなやり方が僕はいいと思います。あとはジャンクラットのコンボですね、コンボをお教えしたいと思います。基本このようにトレーサー HP150 ですね、 HP110 の敵には直当てでもこのようにちょっと残るようになっております。その時使えるのがパンチコンボですね、打ったらすぐパンチ、これで一応150の敵確定ワンパンです。これを直当てしてしまうとやっぱ残ります、このように。だから近くで戦闘するときはパンチも織り交ぜるようにしましょう、このように。続いて200の敵ですね、200の敵はこの爆弾と一緒に組み合わせて倒すようにしましょう。これで確定です。なので直当てからの爆弾、これを意識しましょう。さっき爆弾投げてもいいです、このようにどちらでも構いません。
キャラによって HP が違うんで、先ほどのトレーサー 150HP の場合はパンチですけども、このように爆弾と組み合わせましょう。それが、ジャンクラットのコンボとなります。C4 を常に1個ストックしとけというようなね、先ほど言いましたですけども、状況によって2個使って空高く飛べることもできます。このように2個使って飛ぶこともできます。高所、さらに高所、ちょっと最初は難しいと思いますけども、2個使ってぜひとも、ね、敵の裏をかいたり急に高いところを取ったりとしてジャンクラットを楽しんでいただければと思います。呪われてる。なんかやばい、またダイナマイト。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。これがちょっと僕なりのジャンクラットの戦い方になりますんで、よかったら参考にしていただければと思います。これからもオーバーウォッチ皆さんに楽しんでいただければと思います。動画誠にご視聴ありがとうございました。最後にジャンクラットを使ったね試合もね、最後に添えて皆さんとお別れしたいと思います。長時間動画ご視聴誠にありがとうございました。それでは皆さん、またな、ブラザー。 Thank you ZZ。 みんな上おるやん。あ、じゃあ、よし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 、いいっすよ、いいっすよ。あ、面白くて、そんなつもりじゃなかったのに。やばい、下めっちゃいるっすもん。下います、下います。めっちゃいる、めっちゃ撃ってきてるっすもん。下いない予感出します。あ、降りちゃった。最悪。あ、これ高さ変えにくいんだよな、ここ。あ。スナイパーいます。ああ、なんか。いや、それは無理。ナイス。やった、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 やった。僕の嫌いなオリーサいる。怖え。オリーサの後ろにずっと誰かいる。アナがいます。アナやった、アナやった、やった、やった、アナやったよ。ナイス、ナイス、ナイス。タンクが強い。あー、上にスナいる。オッケー、スナ正面。スナ後でちょっとしたら潰しに行きますから。ずっと狙ってそう、あいつ。わー、やばい、ごめんなさい。あ、死んでます、死んでますよ。オリさん、オリさんもロー。やった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 。はい、スナやったやったやった。強い、ジャンクラ。あ、やばい、死んだ、死んだ、死んだ。逃げる、逃げる、ヒーラー欲しい。あぶねえ。ナイス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 。今の打開策うまいね、ジャンクラしかできない。シェイ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 。どこだ。ああ、登れんかった。なにこれ、なにこれ。ファラ、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 やばい、やばい、見てファラ、相手にいたら痛いっすね。いや、そうなんですよね。助けて、敵モード。無理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 。オリセやれる。オリサやった、オリサやった、やられた。あー、操作がむずい、これ。やべ、死ぬ。いやー、今引っかかった。あのスナイパーうぜえな。うお、トレーサーいる。あのうぜえな。ナイス。ああ、登れないわ。
ファラやった、ファラやった。ナイスナイス。締められちゃった。ソルジャーいる。やった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 。ナイス。オリサだよ、オリサロー。それもローローロー。ゲンジゲンジいる、ゲンジゲンジ。やべ。ゲンジやれる、ゲンジやれる。オレさん、ホイ逃げた。いた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 。上いる、上いる、上。やったやったやった。みんな無敵モード。ナイスイース。ナイス。オレさん、やったやった。ナイス。後ろ後ろに一人いる。あ、回復されてるわ。あ、刺さった。やった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 。ゴリラ半分。ナイス。ナイス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 。おいー。ナイス。ナイスナイス。ナイスナイス。強すぎる。強すぎる。いいっすね。ありがとうございます。ナイスです。あ、これダサい。これ MVP やだ。もう死んでるっすよ、もうこれ。無理だな。必殺パンチポカーン。こんにちは。こんにちは。必殺パンチポカーン。ポカー必殺パンチポカー必殺パンチポカー